いつもご視聴ありがとうございます。のりあじろうです。今回の動画は、3月の、29日に、青石あきこさんが、国会で、カジノを止めようと頑張ってくれている、その時の動画です。IR カジノ問題についてです。先月2月22日の予算委員会で、パネルで4つの問題をお示しして、大阪のカジノ計画、国の承認はあまりにもありえないですよ、ということをお伝えしたんです。で、その後の状況を踏まえて、改めて見解を求めます。パネル1をご覧ください。前回2月にお示しした夢洲の大阪カジノ IR 誘致をめぐって問題が多発しているということを4つにまとめた、そこに青字で現在の更新情報を加えました。1つ目、不動産鑑定の違法性の疑い、収支計画の根幹が揺らいでいるという点、これも事態が動いてないか、むしろ悪化しております。これは夢洲の不動産鑑定で不法に大阪市が何らかの鑑定業者に指示して安い賃料に計算させたと、そしてそれは IR 事業者に便宜を図ったという、そういう違法性の疑いというのが取り沙汰されているんです。で、1月に住民監査請求があって、それ3月15日に監査結果で異例の合議不調となりました。監査委員が4人いるんですけれども、その見解が分かれたというんですね。この問題に関して、賃料は適正で違法な点はないとする見解が出る一方で、鑑定条件、不動産の鑑定条件として、IR や地下鉄の新駅ができる、その開業予定が考慮されていないため、適正と言えず、違法で改めて賃料の検討を勧告すべきだという見解が示されたと、見解が分かれて合議不調だったんですね。まあ、この違法性があるという見解が出た時点でもうストップするべきものだと考えます。そして問題の2点目です。大阪府の土壌対策の方針がいまだに決まらないと、まあ、昨年7月に市民が提訴して、市側は3月末まで意見表明できないと内容を隠匿し、まだ隠匿しております。それから大阪府が夢洲の土壌対策どないするのだという、そういう会議を昨年12月23日に開いたんですけれども、まあ、対策は引き続き検討、対策は決まってない、で議事概要が公開されてないのが12月23日で、まだホームページが準備中のままで、議事概要すら公開してない、3ヶ月以上経ってますと、これ、仕事遅すぎへんかということで、2日前に大阪府に電話しまして、これ、議事概要公開してくれないと困るんですけども、お伝えしたんですけども、何をおっしゃったかというと、いつ出すとはお答えできない、まあ、近々ですと、3ヶ月も保留しておきながら、内容もお答えできませんと。じゃあ、国の承認のその審査委員会には必要なデータは提供してるんですか、聞いたら、それも含めてお答えできないと。これ一体何を隠してるんですか。申請を言い訳に隠匿を続けている。これ申請を取り下げないと情報公開法の趣旨が守れないんじゃないでしょうかと。これが続くと3番目の住民合意が全くないのがますます遠のくばかりなんです。大阪府では2022年、まあ、去年に21万人もの府民が署名を出して住民投票を求めたんです。カジノをやるのかやらないのか。それたった1日の議会で維新と公明党で否決したんですね。で、この3月にも、これは自民不議団です。自民党が十分な情報公開、説明と理解が得られてないとして住民投票を求めたんですけれども、これまた維新と公明党が否決したんですよ。で、国土交通大臣、このカジノ計画を承認する国は国交省所管なんですけれども、で、国土交通大臣が公明党が着任してるんですけども、これ、この状況、一体地元住民の思いを公明党はどう考えてるんでしょうか。大臣に伺ってもいいでしょうか。代わりに答えてください。答えていただけないと。まあ、公明党が与党の座を守るために、国では自民と公明党でくっつくと、大阪では維新と公明党くっつくと、こういうことによって結局国交省が本来求めている住民合意というものもままならない、住民を裏切ってるんですよっていうことが言いたいんです。続けます。大阪府市の申請からもう1年、もう1年が経過しようとしています。ガチの計画のだいぶ手前のレベルで目詰まりしていると。その結果、住民に開示するべき情報も開示できない、住民合意から逆走してるんですね。だからここは国交省は申請、大阪のカジノ計画の申請を取り下げさせて、
大阪府市が本来住民に対してやるべき情報公開ですとか問題解決してから再申請させるべきだと考えております。続いてパネルの2です。これは大阪府が4月、この4月から高校生に向けてギャンブル参加を前提にしたギャンブル依存症の予防啓発事業を計画しているということに対して、住民が、大阪府民の住民団体がそれはダメだと困ると反対しているというそのチラシを掲載しました。カジノを推進する国策の下で、これは大阪に限りませんけれども、このような形で国がカジノは推進すると、その下でギャンブル参加を前提とした健康に遊ぶという予防啓発事業をやるということに困惑が広がっていると。このように具体的にカジノの誘致が進んでくると、学校の先生、どのように教えたらいいのかと、もうカジノはやめとけ、賭博は違法やと言えなくなると。カジノは大阪府は推進して、その上がりで福祉とか賄うって言ってるので、推進の立場なんですけれども、っていう参加するにあたり、このようなことに気をつけて参加してくださいという授業になってしまう。こういうことが実際に進んで、住民や保護者も教師も困惑するんですね。だから、カジノが来ると何が起きるのか、こういった付随していろんなことが我が身に降りてきて、住民はその時初めて気づくんですから、おいそれと住民が合意できたと言わないでほしいんですね。カジノ計画で必須事項に住民合意があります。それを今大阪のカジノ計画では議会で過半数取ったから住民投票もやらなくていいとか、説明会したから住民合意できたって言って突き進もうとしてて、それを国が承認したら絶対いけないよと言ってるんですよ。禍根を残すからです。だから絶対承認してはいけないと考えております。この点、啓発に関する大臣に来てもらってるんですけれども、啓発をしたからといって十分だと考えないですが、いかがでしょうか。カジノを含む IR については、現在観光庁で区域認定の審査が行われていると承知しておりまして、大阪府において依存症対策として府立高校における予防啓発事業の拡充などの取り組みを進めていると伺っております。こうした取り組み等を通じて青少年や若い世代にギャンブル等依存症問題への関心と理解を深めていただくことは、カジノに限らずギャンブル等依存症対策を効果的に進めていく上で大変重要と考えております。カジノ以外にも競馬等の公営企業やパチンコといったギャンブル等をギャンブル等依存症対策基本法に基づく対象としておりますので、このギャンブル等依存症対策について高等学校で行うということについては、これは意味のあることだと思っております。これはカジノを推進を前提にしたカジノの依存症対策推進計画に基づいて行われることなので、やはりカジノ依存症は増える、依存症は増えるんです。だからカジノは絶対に推進してはいけないし、この大阪のカジノ計画は絶対に承認してはならない。これをお伝えして終わります。国交大臣、公明党なんですよね。さっきの動画見てもらったら分かると思いますけど、もう維新と公明党はもうカジノ推進なんですよ。で、まあ、大阪、統一地方選挙終わって、圧倒的に、吉村と、まあ維新の誰か知りませんけど、その市長が勝ってしまいましたけれども、もうカジノが推進になろうとしています。だけど、まあ、頼みの綱は、もう希望は、大石さんしかいないです。まあ、大石さんがこんだけ国会で質問してくれてますけど、他の政党全然してくれてません。今回の統一地方選挙の、その吉村が 70% 以上取って、圧倒的多数で当選しましたけれども、出口調査を見ると、カジノ反対は、カジノ賛成が 35%、カジノ反対は 38% になってるんですね。で、その他は分からないっていうやつなんですね。どっちでもいいっていうやつね。だから反対の方が多いんですよ、確実に。だから維新支持者であろうが、反対の方が多いんですよ。だけど、多分ね、維新支持者の人たちはね、選挙の時にカジノのことを聞いてへんのですよ。多分教育無償化のことしか聞いてへんので、だからそれで吉村とか維新の方に投票してると思うんですけれども、カジノのことを選挙の時言ってなかったんでね。まあとにかく、希望は大石さんが衆議院選挙で通ってくれて、大石さんが国会で常にカジノのことを質問してくれていると、ずっと追求し続けてくれていることが希望です。もう大石さんを、まあ、担ぎ上げて、カジノを止めましょう。もうそれしかないです。
大阪に残された道は本当にそれが希望です。それだけですね。以上です。ありがとうございました。